というわけで本日もポケモン対戦の方をねやっていこうと思います。ポリクチンゴはあどうしよう。でもルカリオが通りいいからルカリオかな。いやルカリオ出したい。まあ、出すのは確定でもいいとして、あのガブリアスが8巻だと、まあ、カバルドンから入った際にまあ、ちょっとめんどくさいことになるので、まあ、ゲンガーからかな。ゲンガールカリオレボルトは弱いか。ゲンガールカリオカバかな。ゲンガーから入って、いやゲンガールカリオカバかな。ゲンガールカリオカバかな。ゲンガールカリオ、ゲンガールカリオ、ちょっと待てよ。こいつうるさいな。ゲンガールカリオしか言えてない。対戦よろしくお願いします。まあ、この対戦を収録してる頃にはね、すでにポケットモンスターサンムーンの体験版の配信が開始されており、ポケモンプレイヤーの新作への期待が高まってる頃ですが、私は時代っていうか、流れに逆行してポケモンオメガルビーアルファサファイの対戦をまだ続けていこうと思います。ポリゴン2か。あの、これトリックルームから入られてる可能性あるな。フィールから入られるかな。とりあえず A が上がったのは OK として。いや、でもここルカリオ出しだな。ルカリオ出します。まあ、僕はポケモンサンムーン新作のネタバレとかは割と許容勢なんですけど、あの、体験版とかいうさ、限られたデータの中でさ、解析して、なんか、なんだろうな。なんかいろいろ、調べてる人いるじゃないですか。あれやばいですよね。そういうの見るとなんか最高にオタクって感じするわ。オタクって感じがします。とりあえずこのオマルをインファでぐちゃぐちゃにして、でもきついなぁ。こいつインファでぐちゃぐちゃでしたとしても、てか打点あんのか。トリルからの口糸が出てきて暴れられるんで、なんか素直に選出をミス、メザッパか。まあ、これは OK でしょう。まあ、耐える。C 上がってないから絶対に耐える。インファでポリゴン2ぐちゃぐちゃにする。しんどいっすね。え、ここ、キノガッサ？ここ、キノガッサ？いや、ここ、キノガッサ謎だな。え、どういうことだ、ここのキノガッサ。マッパかな？いやでもマッパ打たねえか。ゲンガーに透かされる可能性ありますね。新速でルカリオ捨てるか。種マシンガン、まあ種場なんか2発とかで止まんないかな。さすがにそういうことはない。だトリルがまだ残ってるから、うーんって感じ。ここゲンガーで、ヘドバックでいっかな。奉仕。それはいいんですよ。奉仕は OK。もらう前提を立ち回りしてるから。で、トリルまだあるでしょ。で、ここは岩石封じ来ても、まあ、何来ても絶対一発は耐えるから、もう一発ヘドバックだ。岩石かわさないから。ひょいひょい、イエーイ起きろ。まあいいや。オッケー。で、次起きれば問題ないんですよ。起きろ、目覚めろ。無理だってこれ。まあ、種か。まあ、種で死ぬもんね。イラストクチードで負けだな。このレイジューボルトロスが勝てる相手が、あの、スカーフのガブリアス。クチードは確実に無理。レボじゃ勝てない。口は確実にレボじゃ勝てないから。まあ、レイジュー、ゲンガーもワンチャンだな。化身ボルトロス、ワンチャン、ゲンガーワンチャン。まあ、口糸だったら、終わり、リリリリリリリ。しびれろ。うわ、もう無理じゃん。
いや、俺は諦めねえ。絶対に諦めねえぞ。冬知恵。しょい。この卓芸を制した者が、この勝負を制す。そういうことですね。二回打たせた。三回目の法則あるからね。三回目は不意打ち打ってこないの法則ありますよね。まあ、高速移動するんですけどね、まだ。僕根気強いからね。なかなかそう簡単に突っ張りませんよ。はい。三。チキンレースの始まりです。四。高速移動まだ打ちます。速攻で。で、次問題なんだよなぁ。じゃ、PP 増やしてないぜだったら、いや、まだ打つね。五。はい。残り3回。どこで使うの？どこで使うんや。山田だな。で、勝負はここら辺からですよね。相手不意打ちあと2回。カードはあと2枚しかない。いや。よし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 、ラスト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 。いや。ギャーえ、村雨ポケさん、対戦よろしくお願いします。テラキオン。まあ、珍しいポケオンがいるな。テラッキーか。あ、でもテラキオン重いな。対面でテラキに勝てるポケモンが、僕いないし、ステロ絶対分かれそうだな。テラキに勝てるモンスがいないから、まあ、カバレボリューション。どうしよう、カバレボルカか。あ、でもサーナイトこれメガじゃないんか。だったらめんどくさいな。ボーマンだとサーナイト両選出の可能性がある。カバレボ、いや、とりあえずカバルドンから入るのは確定でいいんですよね。カバガルレボかな。対戦お願いします。テラキオン、プラス、まあ、ボーマンダ来るんだったら裏サーナイトっぽそうですけどって感じ。まあ、テラキ初手は間違いないだろうな。オッケーオッケーオッケー。まあいいよ。ドクターがステルスロック巻き合おうぜ。あ、挑発あったらちょっとめんどくさいけど。インファ？え、待って、インファで突っ込んでくるの？え、なにこれ？あ、ビビ、え、強っ？いや、こんなもんか。B 振ってないか。こんなもんか。まあ、こんなもんやな。A 振ってたら。ステルスロック。ラムのみとか持ってるんですかね。捨てろ。あ、テラキ眠らせてくれんのか。でもこれは僕としては、まあ、だいぶラッキーの方ですね。テラキ眠らせてくれんの。こいつが一番だるかったんで。あくび、ここはホエルでいいですね。出てきたポケモンで展開の仕方を考えればいいので、ボーマンで出てきたらレボ出して、高速移動を詰めばいいし、それ以外出てきたらガルから展開していけばいいから、ボーマンだ。まあ、ホエルですね。身代わりとかされるのが一番めんどくさいんで。身代わりとか張ってきてくんないかなぁ。身代わりとかだったら上手いんだけどな。まあ、さすがに殴ってくる。恩返しかな。恩返しだったら別にガルーラから展開してっても、まあ、良さそうな気がする。これラストサナっぽいな。ボルトロス出します。で、ここは高速移動一択かな。あ、突っ張ってくんの。うわ、めっちゃもったいねえ。だったら高速移動せずに、何？メザコーリ言うてばよかった。ショイン！加速しろ。やつの届かない世界線まで。これラストウルガモスってことか。ウルガモスだからボルトロスに対して出せなかったってこと？目覚めろ。ボーバンダ落とす。テラキンは気合玉で殺す。テラキ催眠ターン一旦消費してるんですよね。10万じゃ絶対落ちないから。あ、どうしようか。10万打ってガレの不意打ち圏内入れといたら安全か。サナいいんじゃん。おー！
なんで出さなかったんだ。割とレイジーボルトロスに対してはサーナイトの後出しが安定だった気もするけど、メザパで。全然入んないですね、ムーンフォー。一発耐えないか、ムーンフォーぐらいだったら。これ絶対お盆の耐久ベースとかでしょ。火力食ってないでしょ。死にました。ムーンフォーで突っ張ってきた？スカーフとか？秘密の力。ほい。あ、これ、スカーフとかだったんかな？テラキオンが起きなかったら勝ちですね。一旦サイビンターン消費してるんで、ここで起きる可能性、3分の1ですか？まあ、確率としては、あるんですけど。まあ、起きなかったらグロー打って、不意打って、勝ち。よし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 。くたばれ。いや、不意打ちで落ちるよな、これ、さすがに。不意打ちの恐怖に怯えて眠れ。うわうわ、そういうことしてくるタイプの人？次僕がこれやるパターン。僕がこの、また闇のゲーム始まったよー。冬打ち。うわ、粘るな、相手。相手粘る人だな。ポケモンやってる人は一度、ポケモンやってる人ならね、一度は聞いたことある名言が一つあるんですよ。真の強者っていうのは、不意打ちを外さないんですよ。いや、さっき時間使ってたから、30秒ぐらい時間使ったから、今回は、あれこいつもしかして不意打ちの PP 増やしてないのかみたいな、そういう疑惑が湧いて、次殴ってくるはず。こいつもしかして不意打ちの PP 増やしてないんじゃないかみたいな。さっきの時間の消費は、相手にそういう精神的ダメージを与える。くっそう、不意打ちの PP があと1になりました。でもさっきのやつ7回目に打って成功してたから、俺も7回目打ったら成功すんじゃね？うん。1000前のね、クチートボルトタイム、7回不意打ちすかした後に攻撃ぶち込まれて、負けたんで、さっきの対戦でトレーナーネームなんだっけ？ルミか？トレーナーネームルミ理論。トレーナーネームルミ理論でいけば、ここで不意打ち以外の技を打てば通る。イエーイこれがルミ理論。対戦ありがとうございました。ケスさん、対戦よろしくお願いします。これ確実に、ラグラージュから来ますね。ラグマンダなんかじゃねえかな。ルカリオから入ります。
レボルトだとウルガモスがだるいかな。でもハイヤローでも違うしな。カバーかな、ルカレボカバー。いやーこれでもなー、これはサーナイトを舐めすぎだから、どうしようかな。ウル、ラグウルがマンダだったら、こう。ラグウルがサナとかだったら、こう。いや、こうやな。ウルが来ないでしょ。ステロマカレスやし、ファイアローおるし、ガルーラとかおるし。ウルが来ない読みで、ラグ、まあ、ナットレイとか、ギャラは別に来る可能性ありますけど。それは置いといて、ルカリオ、まあ、ラグラージだと思う。全然ちげえ、全然ちげえのから来た。ここは突っ張れないのでボルトロスに下げます。でボルトロスに下げた後速攻でルカリオに下げます。じゃあでここ絶対チェンジしてくれるんで、初手ギャラ派から入ってきたってことはボルト警戒しないわけないから、下2匹のどっちかやな。速攻ルカリオに下げます。サナかな。でここでラグ出てこなかったらもうラグは切ります。はい、ラグ、うわー、ここもう一回ギャラバックされると普通にしんどいっていう。ここインファで、でもラグルカ対面って別にラグラージが不利なわけないから、不利は不利なわけじゃないんで、こういう風にまあ、突っ込んでくると思いました。インファ。ボンのみ、まあ、普通に、ってことは、まあ、このタイミングで大体地面技なかったらあくびから入ってた。捨てろ？それは悠長じゃないか。インファで。まあ、ギャラバックの可能性あるけど、とりあえず、ギャラを削り切ることが先決なので。あ、ラグ切ってきたぞ、ラッキー。これめちゃくちゃラッキーですね。ラグ捨ての、あ、そっか、ボーマンダでデューマイでこれオア終わりじゃね。こうやってマンダデューマイオア終わり、マンダデューマイオア終わりじゃん。え、マンダデューマイオア終わり、マンダデューマイオア終わり、こう剣舞で、ここの剣舞の意図は、とりあえず、ボーワンダに2枚以上させないっていう、まあ、そういう意図ですね。まあ、とりあえず剣舞しとけば、ボーワンダ、多分、2枚以上はしてこないんで。まあ、だよな、10枚だよな。絶対ここを殴ってくるターンだから、自信。でも結構僕はボルトロスに防御にめっちゃ振ってるから耐えると思うんだけどな。あ、恩返しちゃったら余裕で耐える。捨て身だったらやばかったけど、恩返し。ザー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 、捨て身だったら死んでた。え、待って、これ高速イーロー打っちゃったけど、待ってよ、これ高速イーロー打っちゃったけどさ、これ高速イーローで1枚ボーマンダ抜けてるか怪しくないか。あ。プレミおじさん、プレミー。それではまた明日お会いしましょう。